こんにちは、恋愛アドバイザーの津崎まみです。毎回ね、依存というテーマはかなり人気があります。例えば気になる子を落としたいと思った時や、独占したいって思うほど好きな相手を依存させたいって思う気持ちはわかります。この今回ご紹介する依存のテクニックっていうのを使うと、ここぞという時にね、相手の気持ちをがっちり掴むことができます。これは異性同性問わずに、自分に誰かを夢中にさせたいとか続行にさせたいというふうに思った時に使えるテクニックなので、ぜひこの動画最後まで見て、依存の技術をあなたのものにしてくださいね。ということで、今日の目次はこんな感じです。まず依存が起きる仕組みですね。そして依存させるテクニック、それから相手の隠された性格を見抜くたった一つの質問っていうのをご紹介します。では早速やっていきましょう。まず依存が起きる仕組みからご紹介します。これはね、実験があって、恋愛感情に関する実験で、カップルにお互いの写真を見せた時の脳の働きというのを MRI で撮影をしました。するとですね、最初は感情とか言語というのが司る部分が反応するかなというふうに思ったんですけど、そこじゃなくって、食欲とか呼吸とか意識っていう部分を司る原始的な脳の部分が活性化したんです。つまり恋愛感情って言ってるんだけど、感情ではなくって、恋愛って動物的な本能でしているんだということですね。さらにこの場所っていうのはドーパミン報酬系にも関わってくる部位です。ドーパミン報酬系って何かっていうと、脳の欲求を満たすと人に快感を与える神経系です。気になる人に会いたい、会えないと辛いというのは、このドーパミンが出ている出ていないという部分ですごく大きく左右されているということです。会ったらドーパミンがドバドバ出るんですよね。で、会えなかったら出ないんですよね。だから脳というのはドーパミンを求めて、会いたい会いたいというふうに焦がれるわけです。ちなみにね、恋愛をすると正常な判断ができなくなるというのもこのためです。ドーパミンに味を占めた脳というのが、他のことよりも優先して恋人とか好きな人に会おうとするので、どんどんですね、そっちの方ばっかり考えちゃうっていうことになっちゃいます。さらに、言語とか学習、道徳感、倫理観、感情といった部分の活動が抑えられるっていうことも分かってるんですね。だから判断基準が曖昧になったりとか、相手の欠点が見えなくなったり、客観視するっていうことができなくなるのもこのためです。その結果、普段じゃやんないことをやっちゃうんですね。よくね、個別相談とかで、いや、こんなこと自分が思うなんて信じられませんとか、こんなことやった自分が本当にわかんないですとかね、結構おっしゃる方いるんですけど、そうなっちゃってるのは、脳の働きがそうなっちゃっても全然おかしくない状態になっているということです。なのでね、例えば相手をドーパミンがあなたに会うと出る、会わないと出ないという状態にした後で、あなたが相手と物理的あるいは精神的に距離を空けようとすると、相手はドーパミンのせいでパニックになって、あなたなしじゃ生きていけないみたいな感じになっちゃって、どんどん追い込まれていきます。これって本人の意思とは関係なく、本能レベルであなたに対して依存してしまうということですね。これはタバコとかお酒とか薬物に依存するというのも、同じ原理です。それからギャンブルにはまるというのも同じだというふうに言われています。これはね、意思の強さとか性格とかあんまり関係ないんですね。ちゃんとその状況に持っていくことができれば、どんな相手でもはめられます。ちなみにコミュニケーション能力高い人は無意識にやってらっしゃるっていう方も多いです。では次、依存させるテクニックですね。ステップ1、まずは自分のことを知りましょう。人に依存される自分になるためには、まず自分自身をよく知る必要があります。なんでかっていうと、自分を基準にしなければ人を知るって難しいからです。まず自分の基準をしっかりと理解する、相手のこともですね、それを元に理解することができるということですね。自分の当たり前って意外と人から見ると異次元だったりするんですよ。だから自分を知り、基準を作りましょう。結構ね、書籍何冊か読むとわかるかなと思います。自分を知る本とかで検索するといっぱい出てくるので、そういうのを参考にしながら、まずは自分のことを知ります。そしてステップ2、相手の性格を把握しましょう。人に見せない内面とか性格っていうのを分かってくれた人に対して、人ってこの人しかいないというふうに感じます。例えばね、本当は陰キャで、実は引きこもってゲームしてるのが一番大好きみたいな人なんだけれど、でも我慢して社交的に振る舞ってパーティーピーポーみたいなですね、雰囲気出してるっていう人っています。他にもね、強気な経営者と見せかけといて、本当は不安で眠れない夜っていうのもあるみたいなタイプもいます。そういうその人のギャップをどれだけ把握できるかというのが鍵になってきます。それをどうやって見つけるかなんですけど、まずチェックポイント1つ目、自分と似ている部分と違う部分はどこか。まずは自分と共通の部分、そして全然違う部分というのを見つけます。そしてその違いを、いいとか悪いっていう判断ではなくって、
ただ単に違う、ただ単に合っているポイントとして面白がるっていうことです。なんでその人ってそんな風に考えるんやろうとか、それってその人のどういった原点に基づいてその考え方になっているんだろうとかですね、そういうことを考えながら会話をしていくと、どんどん相手のことを深掘りしていけます。次、チェックポイント2つ目は、友達がどんな人かです。類は友を呼ぶという言葉通り、相手の価値観というのは友達に大きく反映されます。女性ってね、結構友達の話する子多いですよね。だからその時に、親友ってどんな性格の子なんやろうとか、関係性はどうなんやろうとか、友達でいる期間はどれぐらいなんやろうとか、そんな風に考えながら聞くといいですね。ただ話を聞くよりも、相手を知る材料にするという風に考えて質問をすると、どん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 相手のことを理解していけます。ステップ3、相手の隠された裏の顔を見抜く。人って誰にも言わない顔があります。例えば、もっと注目されたいとか、優しくされたいとか、現状に退屈しているとか、面白いキャラに徹してるけど、私だって本当は可愛いって言われたいとか、外見褒められることが多いんだけれど、努力の部分を評価されたいとか、まあそういうね、人には言わない部分っていうのが必ずあります。例えば相手がね、頼りがいがあるっていうふうに思われたくて無理をしているのだとしたら、他に人がいるところでは思いっきり頼りにしたりとか、頼ったりとかします。そして2人になったタイミングで、みんなから頼られるっていうのも疲れちゃうよねとか、これといる時は頼ってよというふうに伝えるといいです。このね、表面と裏面のこの二面性というのが重要なんです。これをするためには、まず相手をしっかりと理解していないと的外れな感じになっちゃいます。そして人がいるところでも裏面っていうのを出してしまうと、その人の顔を潰すことになっちゃいます。結構女性であってもね、自分のメンツって気にするので、そのあたりはしっかり配慮しましょう。なので、相手が主張している、こう人から見られたいイメージがあるみたいな感じなんだったら、まずはそれにしっかり乗っかってあげることです。そして二人きりになった時に本質をついて心をグッとつかみます。これで相手にとって最高の理解者になることができます。これでね、ある程度依存させるってことはできるんですけど、ただこれだけだとちょっと弱いです。そこでステップ4、物理的精神的に距離を取る。はい、ここでですね、引くということをやっていきます。依存させるためには、ちょっと冒頭でね話をしたんですけど、しっかり相手に安心感を与えた後でさっと引くっていうね、このですね、メリハリが重要になってくるわけです。心を許せる相手には好かれたいって思うのって誰でもそうですよね。そんな安心しきった相手からちょっと返事が遅かったりとか、その人が他の子と仲良くしてるところを見ると不安になったりするわけです。人ってね、自分のこと好きかどうか分かんないと気になって追いかけちゃうんですよね。つまり依存には理解してくれているという安心と、その安心が壊れた時の不安という二面性が必要だということです。よかったらこれもね、参考にしてもらったらと思います。自分のこと分かってくれた、理解してくれた人に対して、人ってやっぱり好意を持つんですよね。好きになっちゃいます。それってすごく自然に好きになります。で、好きになったら当然相手も自分のこと好きだったらいいなって思うのって、まあ、それも当たり前ですよね。そこでどっちつかずな態度を取るっていうのが重要だってことです。そして気になる、つまり不安だから依存します。ここ重要なポイントなので何回も言いますけど、まずはしっかり安心を与えることです。その後で不安を与えるってですね、この二面性がすごく重要ですね。これが順番が逆になってしまってもうまくいかないし、メリハリがないとうまくいきません。だから最初は 100% の安心を与える。その後でちょっと引くっていうですね、ここを意識してもらえたらと思います。では次、相手の隠された性格を見抜くたった一つの質問。普段ね、この仕事をしていて何気なく言ったことが、それ相手の口癖なんですとか、なんでそんなことわかるんですかというね、嬉しい言葉をいただきます。これはね、私がご相談にアドバイスをさせていただくときに心がけていることが一つあるんですね。人のお話を聞くときに、相手に対してすっごい面白いなとか、めちゃくちゃいいなって思って、相手のことを 100% 受け入れる自分と、それはなんでなんとか、それは何のためにというふうにですね、疑問を持ったりとか、場合によっては反発するような自分というですね、その二面で相手のお話を聞くというふうにしています。また場合によっては、それほんまにそうなんというふうにですね、まあ、少しうがった見方をするような自分っていうのがいる時もあります。これそもそもなんですけど、人間って一面しかない人っていないんですよね。いろんな面を持っています。そしてその中で、その人が絶対に人に見せない面っていうのを掘り下げていくみたいなイメージで話を聞いています。その中で一番その人の本質が分かりやすいのが、現在進行形に対する質問です。
例えば本読んでるんですっておっしゃった方には、最近どんな本読みましたとか、資格の勉強してるんですっておっしゃる方には、何時間ぐらい勉強してるんですかとか、ゴルフ行ったんですっていう人には、最近どこ行きましたとか、お料理が趣味でというふうにおっしゃる方には、昨日何作りましたかみたいな感じです。現在進行形のものって嘘つきにくいんですよね。だからさっと回答が返ってくればそれは本当です。ここで言い淀んだりとか、ごまかそうとする場合は他のことに時間を使ってたりとか、私に対する信頼度が低かったりとか、あるいはカッコつけてるっていう場合もありますね。現在進行形の質問を相手から引き出すために、どういう質問がいいかっていうと、普段何してますみたいな質問が一番いいです。そんなに親しくない人には、休みの日って何してるんですかって聞いたらいいし、ある程度ね、こう気心知れている仲のいい人たちには、最近なんか面白いことありましたというふうに聞いたらいいです。質問に対して相手から返ってきた回答を受け入れて、そして疑問を持つっていうことを繰り返していると、相手の人物像が見えてきます。ということで、まとめです。まず、依存が起きる仕組みご紹介しました。これは、ドーパミンが出る状態にした上で、精神的、物理的に距離を空けると、相手はパニックになりますよ、という話でしたね。で、依存させるテクニックとしては、ステップ1、自分を知ること。ステップ2、相手の性格を把握すること。ステップ3、相手が隠している裏の性格を見抜くこと。ステップ4、精神的、物理的に距離を取ること。でした。で、次に相手の隠された性格を見抜くたった一つの質問としては、現在進行形の質問がおすすめですよ、という話でした。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか？今回はこう、どうやって依存させるかっていう話をしたんですけど、依存させたくないのであれば、見抜いたとしても言わん方がいいですね。この人って表面的なことしか見てないんやなとか、私のこと全然分かってくれへんわって思う相手には人って依存しないので、誰彼構わずね、本質をつくっていうのは、基本的にはやめた方がいいです。で、あとですね、男性でね、付き合ってる彼女がみんなメンヘラになっていっちゃうっていう、いわゆるメンヘラ製造機って言われちゃう人とか、あと依存されやすい人っていますよね。そういう人たちって無意識にね、これやってるんですよね。だからね、依存されたくないって思うんだったら、ちょっとね、自分の普段の行動とかを振り返ってみるとすごくいいと思います。さらに言うと、それを言語化してノートとかで売ると、お小遣いも稼げるし、いいかなって思うのでね、無意識にやってる方はぜひですね、自分がどういうことやってしまってるのかみたいなのをね、振り返ってみるとね、すごく面白い発見があるんじゃないかと思います。よかったら参考にしてくださいね。ということで、このチャンネルでは女性からモテる方法や恋愛のコツについて、心理学や実体験をもとに初心者の方にでも分かりやすく解説をしておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。あと TikTok とインスタと Twitter もやってるので、そっちもよろしくね。じゃあねー。